どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、プです。よろしくお願いしま す。はい、今回もね、ここ新宿ロフトプラスワンさんからお送りしております。よろしくお願いしま す。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。はい、今回こちらです。はい、キャプテンです。キャプテン、はい、シンプルな名前ですね。はい、うん、こちらね、まあなんかお客さんから教えてもらったというか、どうでしょうって言われたやつを、まあトークライブのね、アンケートで、はい、はい、リクエストしてもらったやつってことですね。はい、こちらですね、月刊少年ジャンプ、月刊なんですね。1972年から79年まで、全26巻長いことやってましたね。はい、うん、月刊なのにやっぱ26巻いくんですね。確かに、はい、うん、で、少年ジャンプの作品として初めて小学館漫画賞を受賞。ジャンプでも小学館の漫画賞が取れるんですね。そうなんですね。はい、浩二朝倉先生のキャプテン2、白倉先生ですね、はい、のキャプテン2が、まあ、今連載してる。ジョークラです。ジョークラ先生、浩二ジョークラ先生、浩二ジョークラ先生ね、失礼しました。が、うん、ね、連載もう終わりましたよね。あ、キャプテン2は今からか、今始まったのか。2019年からやってる。うん、はい、まあ、作者はですね、柴明夫先生ですね。はい、41歳で没で亡くなってるんですね。早いですね。めちゃくちゃ早いですね。1984年には亡くなってるんですね。うん、はい、まあ、千葉哲也先生の弟ということで。なるほどね、すごい、漫画家兄弟なんですね。漫画やっちゃった、うん、兄貴のアシスタントを経て、仲良しでサブとチビでデビュー。仲良しでサブとチビ、少女漫画でデビューしたんです。そういうことですよね、仲良しって言ったらね。へえ、意外、この絵で。そして、うん、プレイボール、うん、で78年で不思議倒木。不思議倒木、これ6巻不思議倒木を書いて死んじゃいました、ね、最後の作品が不思議倒木ってことですね。そうですね、うん、まあ、プレイボールに全力投球した感じですね。だからキャプテンとプレイボールは同時進行でやってたってことですよね。そうですね、ほぼ同じ時期進行、うん、チャンプですね、最後はチャンプっていう、チャンプっていう漫画、不思議倒木の後の、うん、じゃあ、まあ最後ボクシングの漫画っぽいの、チャンプ、あ、ボクシングです。ボクシング、ね、へえ、はいはいはい、まあなんかなしね、やっぱ絵に迫力ありますからね。まあね、うん、でアニメもやったと。1980年単発放送。単発単発1回やって、なんかシリーズやった。その3年後にね、うん、26話やってますけど、すごいですね、うんうん、で実写映画も2007年に、結構最近やりました ね。意外と最近やってますね、うんうん、全然見てないですね、キャプテンの実写映画。、はい、まあ、知らなかったですね、そんなのやってるっていうのはね、うん、こちらの作品のあらすじですね。はい、はい、中学2年の時に野球の名門青葉学院中学校から2軍の補欠でレギュラーには程遠い選手、主人公谷口高尾が、はい、隅田大日に転校してきましたね、うん、隅田大日はまあ野球が強いとは言えない ね、まあ、そういう中学校なんですけども、うん、谷口はね、まあ、周囲の期待に応えるべく、うん、はい、本当は下手なんですが、はい、隠れて特訓をして、やがてね、うん、まあ、それをね、見抜いたキャプテンにね、はい、次のキャプテンお前だと任命されると、うん、でそこでね、もう自分も野球できないけど、もっとみんなを引っ張っていくにはどうしたらいいかっていうのを試行錯誤しながら、はい、チームをね、引っ張っていくっていうね、うん、で大体のね、漫画っていうのはこの谷口くんの漫画でずっと続くんですけど、まあね、なんか谷口くんは卒業しちゃうんですね。そうですね、そうするとね、次のね、キャプテン丸井がね、主人公になってね、はい、はい、また隅田日中をね、全国優勝へとね、導こうとするっていうね、まあ、キャプテンを主人公にしたっていうね。そうね、隅田日中のキャプテンを追っていくっていうことですよね。そうですね、はい、なんか、だから結構珍しい漫画ではありますけどね。いや、確かにね、学校中心にやっちゃってるってことですもんね。はい、うん、なのでね、はい、まあ僕はね、こう小学校の時読んでてね、読んでましたか、単行本をね、読んでました、うん、キャプテンはね、その時からね、新しいなと思ってましたよ、やっぱりね。はい、やっぱりどんどんその、まあ、主人公がいなくなっちゃうわけで、急にいなくなりますからね、それにしても急にいなくなります。谷口なんかはね、はい、全く出てこなくなっちゃいましたから。そうなんですよ、うん、でもやっぱ谷口の人気が高かったから、プレーボールがね、プレーボールはもう谷口オンリーの話ですから。ああ、そういうことなんですね、はい、谷口が高校生だっての話ですね、うん、なるほど、はい、で、まあ、プレーボール2もね、浩二、城山さん、あの城倉先生が書いてます、はい、あ、そうなんですね、はい、引き継いでるんですね。引き継いでます、うん、
ボレーボール2の方でも谷口くん甲子園行けません残念ながら。谷口くんはやっぱ植え付けて、はい、だ種をまいて終わるっていうことなんですかね。そうですね、うん、で負けて準決勝ぐらいで負けちゃうのかな、うん、で、まあ、いけなかったってなりまして、はい、でその後谷口くんは大学もちょっといけなくて、はい、大学もなんでいけないんですか。なんかね、うん、いや行きたい大学があったんだけど、うん、ちょっと今からじゃ間に合わないみたいなノリだったような気がするんですけど、国立大学かなんかに行きたかったんですけ ど、はい、それで谷口君が浪人しながら、うん、住宮高校のね、うん、はい、監督をやるっていうので終わってましたね。監督も、はい、で丸井たちを甲子園に導く、うん、で自分も大学に入るみたいな感じで終わってましたね。なるほど、はい、すごいね。もう、うん、メンバーみんな集まってますから。丸井もいるし、住谷高校に、はい、井原氏もいるし、うん、もうそのまま引き継いでるんですね。じゃあなんなら井口もいます。丸井は編入してくると。丸井は編入してきます2年の時に。丸井は最初ね違う高校行って、はい、連れてきますもんね、はい、練習相手として。そうです、うん、丸井は谷口が好きすぎて編入してきます、はい、なんで最初から行かなかったのよ。いや、学力が違うのか。やっぱいや谷口がもう野球やめてるから、うん、ああなるほどね、はい、指怪我して野球できなくなってるんで。谷口は報われないですね、はい、なかなか、はい、うん、で2年の時に野球部、あ、じゃあ1年の時か、あ、じゃあ2年、え、1年2年の時に野球、うん、野球部に入れる1年の後半ぐらいかな、野球部に入れるんですよね、うん、なんか指が曲がってて、ね、はい、もう球投げれないって感じなんですけど、医者に行ったらね、うん、治らんことはないよっていう。え、はい、え、だよね、それは、はい、うん、それでね、谷口君、サッカー部だったんですけどね、うん、やめて野球部に谷口君、一回サッカーやろうとしたんですね。サッカーやってました、だけど、すごい運動能力は高いんだけど、うん、サッカー部のキャプテンから、お前なんでそんなやる気がないんだみたいなね、言われるんですよ。やる気はなかったな、サッカーで、はい、うん、そんなことはないですって言ってたんですけどね、ずっと常に野球部の方見てたんですよね。なるほどね、はい、うん、それでね、谷口君はね、うん、まあ、高校で野球に目覚めるんですよ。したら丸井はね、うん、編入してきます、ノーノーと。ね、いや、ノーノーとってことはないでしょ。ノーノーと編入してきます。谷口のことを尊敬してるからってことですよね。はい、うん、で、五十嵐も入ってきます。なるほど。はい、で、まあ、その系譜はあるってことね。はい、うん、井口も入ってきます。井口って誰ですか。五十嵐の、小学校の時の。ああ、いましたね。他の学校いたやつね。はいはい、あいつも入ってきます。はい、ああ、そう。はい、枝川中ね。はい、なるほどね。そうです、うん、かなり層厚いです、うん、じゃプレイボールの話してないですかキャプテンの話じゃなくて、はい、キャプテンはだから、まあ、そうですね、なんか、まあ、なんだろうね、五十嵐がメインで、まあ一番長くいたのは五十嵐ですもんね。1年から3年まで全部やったのは、うん、でちゃんと優勝したのも五十嵐だしね、うん、そうね、うん、全国優勝したのも、まあ五十嵐がすごすぎましたからね、やっぱり。五十嵐が小学校の時の経歴知りたいよね。どうだったんだろうね。確かもうすごいんじゃない。だ確かなんで、あ、でもまあそうか、住谷二中は公立だから、うん、そういうこともあんのか、うんうん、だからまあ五十嵐はすごかったけど、五十嵐のチームはそんなすごくなかったんだろうね、小学校の頃はね、うん、まあ青葉に行っても良さそうですけどね、あんなすごかったら。まあちょっと青葉私立なんじゃないですか。青葉かでも逆に、うん、なんで谷口君は青葉に行ってたかっていうのはちょっと問題はありますよいややっぱチャレンジしてみたかったんじゃない。それは青葉私立っぽいよね、あれね。青葉は私立でしょ、だって青葉学院だから野球の名門でしょ。青葉を辞めて、うん、まあ、なんかちょっとでも大工稼げそうだけどね、大工さん。いやだから稼いではいたんじゃない、うん、それお金の問題じゃなくて、単純に野球で自分もプレーしたいっていうので転校してったんじゃないの、うんうん、そういうことね。ここだったらできるっていう感じでね。まあそこら辺、ね、理由はマジで描かれてないですよね。全く描かれてないです。そんな長く続ける気もなかったんじゃないですか、うん、すぐ転校したいって言ってますもんね、うん、転校したいって言ってたっけ。あ、まあだからその勘違いされちゃってるからね。ちょっと甘えん坊なところはあるんですよね、うん、まあただそこからやっぱそう、ね、お父さんがねビシバシ鍛えてくれましたからね。なんか昔俺が読んでた時ですら昔の漫画だなと思いましたからね、うん、まあだって俺らが生まれる前の漫画ですからね。そうそうです、うん、やっぱ昭和の匂いのする漫画だなと思いましたよね、うん、まあね、スポコンですよね、まさに根性だけで、はい、
やっていくっていう。だけど妙に読みましたね僕は。あ、そう。だから今回読んだ時ももう全部覚えてましたね。ほぼ、はい、ほぼほぼ全部覚えてました。26巻はい、うん、だからもうすごい思い出しましたね。うん、なんかこうこれここまでなんか昔読んだ漫画って今大人になって読んだら、うん、なんか全然解釈変わってきて、あ、こんな感じなんだって思うのが、まあ確かにね、多いけど、うん、キャプテンに関しては全く一緒でしたね。今も昔も近藤にムカつきましたね。近藤にムカついた。はい、まあ確かにイライラはしますけどね、近藤にはね。近藤はイライラするんですよ本当に。あんなね素材はいいのに、まあでも中学生ですからね、はい、あんなもんですよね。まあね、うん、近藤のお父さんがね人格者なんですよね、めちゃくちゃ。そうね、やっぱ社長やってますから。うん、人を束ねるのは上手なんじゃないですか。はい、うん、まあ、とにかくね、まあ、いろんなキャプテンの色がいろいろあって、そう、ね、いいですよね。ま、いやすごいよね、毎年カラーが変わってね、うん、そう、それぞれ違うキャラクターのキャプテンがやってくっていうのは面白いですね。クローズの武装軍団、武装戦線を見てるような感じですよね。そうどんどん台が変わってって、ヘッドが変わってってヘッドが変わってヘッドで色がちょっと変わってってる感じしますよ ね、 まあね、やっぱ変わるんですね、チームのカラーもね。はい、うん、だから、まあ、なかなかね面白い漫画ですけど、まあ、読み応えありましたね、すごいね、うん、まあ、一瞬でしたね。はい、やってることは一緒ですからね。やってることは一緒なんですよ、うん、ただあんなに野球って疲れるのかっていう説はありますよね。いや疲れんじゃない、わかんない、ピッチャーは疲れると思うよ、うん、ずっと投げてるから、うん、他のやつもヘトヘトじゃん、うん、他のやつそんな疲れなくない。いや、やっぱ立ってるだけでもしんどいんじゃない、夏だったら。いや、サッカーとかの方が疲れるでしょ。じゃあ、いや、サッカーはね、ただまあね、野球って本当それは分かんないんだよね。あんなに体力つけてどうすんのって正直思っちゃいますけど、うん、やってないこっちからしたらね。ライトのやつなんかさ、 3打席連続三振とかしたらさ、下手したら1日もボール触んないで終わる時あるわけでしょ。まあね、飛んでこない時もあるわけでしょ、まあ、試合の半分は休んでるわけですからね。不思議なんだよね。でもあんなに泥だらけだもん、隅谷は。隅谷二高はすぐ泥だらけ。二中ね、隅谷二中ね、隅谷日中が泥だらけなんだよね。いや、まあ相手もそれなりに最初から泥だらけなのよ。だからマネージャーとかもいないからね。女の子1体しか出てこないからね。あの1体って呼ばないんですよ。ロボットみたいな感じで、チアリーダーみたいな子しか出てこないから。ああ、そうか、そこら辺でね出てきましたから。あれに傘貸したけどね。あとは松尾のお母さんぐらいですよね。松尾のお母さんがね、松尾に似てるんですよね、顔が。、うん、お母さんにだった松尾は。まあ、でもまあ当時からそういうやっぱやりすぎだろうみたいなのあったわけですね。まあね、うん、まあ、あれすぐああいうのしてたんじゃない、逆に。まあ、そうか、うん、保護者会みたいなのいっぱいやってた気するもんね。確かにね。いやさ、顧問のね先生とか全く出てこないから。出てこない、うん、全部生徒にやらせてんだよな。でも中学校の時って顧問の先生っていなくなかった？いや、いたでしょ。中学校こそいたでしょ。俺の中学校いなかったよ。そんなことある？どうやって試合とかやってんの、うん、そしたら。あ、試合の時に来てくれるやつはいた、先生、うん、だけど練習とか一切出てこない。まあ、だから監督じゃないけど顧問はいる。顧問でしょ。そうだね、うん、でも、うん、それすら出てこなかったじゃん、顧問すら。だから乗る校長がやってんじゃない？いやでも俺はあれだってよ。だから俺らそのサッカー部、中学校でサッカー部で、もうその不良が来るのはサッカー部だったの、うん、不良が。それでどの先生もサッカー部の先生やだって言って、最終的に校長先生が顧問になったからね。そう、うん、校長が連れてってたから。まあね、うん、まあ、だから中学ってそんなもんなんか、そんな大してやることもないってことね、うん、だってさ、自分が学校の先生になってみ、その本当さ、もう5時とかで帰れんだよ。そうだよ。だけど6時ぐらいまでいなきゃいけないんだよ、あいつらが練習してるせいで。1時間返すんで。1時間ぐらいいいでしょ。だりえじゃん、だって。でそれはもう情熱でしょ、やっぱり。土日とかさ、学校休みなのにさ、行かなきゃいけないんだよ、うん、無償よ。いや、そうですよ。マジ嫌じゃない。いや、それはだからどこに情熱を持っていくかってことでしょ、そんなのは。いや、マジでリアルサカツクだと思ってやってんだったらまだいいけどね。でも逆に部活もやってなかったら先生なんかめっちゃ暇じゃない。まあそんなこともないんでしょうけど。いや、そんなことないんじゃない、やっぱ忙しいと思うよ。何やんだよ、テスト作って。テスト作ったり採点したり、なんかいろいろ、まあ会議とかあるんじゃない。まあね、なんか今あれだもんね、その公務員ってなんか仕事持って帰っちゃいけないんだもんね。あ、まあ言いますよね、そうやってね、うんうん、大変みたいよ。俺の兄貴学校の先生だけど、うん、もう一度大変だって言ってたよ。全然帰れないって言って。あ、そう。で、サッカー部の顧問やってるから。偉いじゃん。うん、
大変だって言ってたよ。まあ、確かに顧問でやっても金出ないっていうのはね。いや、顧問料欲しいよね。うん、まあね、うん、ボーナスというか。うん、そうじゃないとやんなくない？まあ、だからもしかしたら他にもいろんな役職があるのかもね、部活以外にも。うんうん、いや、確かに学校の先生やだね。なんか悪いこともできないしね。いや、悪いことはできませんよ、それ。いや、別に何やってたって悪いことやっちゃダメだよ。え？悪いことだから。いや、いいっしょ、別に着せるぐらい。絶対ダメですよ。やめてください、もう着せるなんてすんの。スーパー着せるするよ。やめてくださいね。はい、まあキャプテンね、うんうん、まあ面白い漫画でしたから、はい、はい、じゃあやっていきましょう。はい、はい、さあそれでは今日の一ネタご覧ください。どうぞ。いや、キャプテンめちゃくちゃいいよな。いや、確かに面白いのね、あれね。 あ、 あ、お前さ、キャプテンの中のキャプテンで誰が一番好き？うん、まあ、やっぱキャプテンの中のキャプテンで言ったら、まあ谷口も好きだしな。いいよね。丸井もいいしな。いいよ、丸井も。まあ、でも一番好きなのは、内田。江南中のどうも、ありがとうございました。